寒い冬の日、ほっそりとした小さな犬が悲しそうな目をして遠くを見つめていた。毛が薄くて汚れており、しばらく手入れをされていない様子。お腹はぽっこりしていたが骨はガリガリで、どうしてこの子が生きているのか気になった。地元の人たちは見守りながら手を差し伸べようと思っていたが、もしかしたらこの子が噛むかもしれないと心配していた。この子犬は去年のクリスマスにこの辺りに現れて、最初は遊び好きな子犬だと思われ、家を飛び出して遊びに行っているのかと考えていた。しかし近所の人の話によれば、この子は実際には前の飼い主によってここに捨てられ、飼い主は引っ越しの日にここに放置していってしまい、地元の人々はこのかわいそうな子犬を養う人がいなく、結果として子犬は野良犬となり、日々飢えに苦しんでいた。今や食べ物を見つけることもできず、肋骨がくっきり浮き出ており、四肢ももう立てない状態になってしまっていた。地元の人たちもこの子犬の世話をできず、動物救助隊に頼るしかなかった。救助隊の隊員たちは速やかに子犬を動物病院に連れて行き、そこに着いたら医者は子犬の状態がひどいと言い、食べること自体が難しい状態で、臓器の機能を妨げる可能性もあり、次の日には食べる反応を見ながら、その後の治療を検討する必要があると説明した。3日目に子犬はようやく食べ物を受け入れようとなり、4時間ごとに最大6サジの食事で、これが限界の量だったが小さな進展も皆を安心させた。5日目には子犬の血液検査はかなり良くなり、自分で食べられるようになって状態も大幅に改善され、これで新しい里親の下でしっかりと回復するだけで良いだった。彼をケアしている医師たちは子犬がこの悪夢から解放され、新しい家を見つけることに喜んでいた。みんな子犬には新しい未来が待っているとともに、より愛情深い飼い主に巡り会えることを祈っていた。退院した子犬は新しい家庭でゆっくりと落ち着き、新しい飼い主は子犬と一緒に遊ぶことが大好きで、時間があればいつも子犬のそばにいた。最初子犬はまだ独り立ちができないので飼い主の手助けが必要だが、新しい家庭で住み始めてから半月経った頃、子犬は普通に歩けるようになった。これは飼い主にとっては小さな成就であり、飼い主は子犬が歩く夢を実現させるのを手伝った。今では子犬は完全に健康を取り戻し、新しい飼い主の優しいケアのおかげで体重も正常に戻った。子犬は毎日飼い主と庭で散歩し、楽しく遊んでいた。子犬は新しい生活に徐々に慣れ、その瞳には幸福と満足が溢れていた。飼い主との絆も深まり、お互いにとって欠かせない存在となった。子犬は毎晩飼い主の足元に寄り添い、温かさと安心感を感じていた。その物語は周囲の人々の間で話題になり、子犬の強さと主人の優しさに感心して絶賛の声が上がった。日々の生活は幸福と温かさに満ち、子犬はついに自分の幸せな場所を見つけた。愛はどこにでも存在します。助けが必要な生命を見つけたら手を差し伸べてください。もしかしたらあなたは一つの命の運命を変えることができるかもしれない。すべての野良動物が温かな家を見つけ、愛情と保護を得られることを願っています。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。